はいどうも、ネングシューターと申します。歴史シミュレーションゲーム、その名も信長の野望新生。ありがとう、言っちゃってください。直前から長尾影虎天と地と、はい、ということでですね、まずちょっと制作見ていただきましょうか。制作が大事ですね、今はね。毘沙門天信仰マックスで、ホロシュー結成マックスで、これにて、部隊の攻撃力がですね、プラス36。これ以上行くかな？多分行かないと思うんですよね。制作で。もしあったら教えてください。あとは砲術とか馬術とか、あれですね。一発のデカさになりますけど、まあこれは、まあ特にいいかなという次第でございます。あとは、寺社とかね、金掘りとかの、この、甲状腺に関するダメージもありますけど、まあ、この目に見えるパラメーターの数字が上がれば、まあ、とりあえずはいいかなというところで。あとはですね、コニダをマックスにして、春日山から上洛行くというところをやりたいですね。で、楽市楽座のマックスが今、発令準備中。残り155日。もう準備中なのにマイナスになってます、これ、収入が。非常にやばい。一回、どうしようかな、これ、マムシ軍団、これなんとか、ニラ山を落としたら一回解散させようかな。解散させないとちょっと、金収入がね、なくなっちゃうんで、どうなるかといったところさ、今回、金がなくなるのか、能力が上がるのか、どっちなんだい？ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって、参りましょう。今日を打ち取ったぞ。敵将一人。何？え？誰？あ、磯野和正を打ち取ったんだ。強いね。強い強い。戦が始まる。勝てる？でも。わかんねえな。強行で。あ、いけちゃういけちゃういけちゃう。沢山落ちた。ナイス影家。あらららら。影家軍団でいけちゃうの？小田くん。堀井王は来たよ。野球は来ないか。そうか。よし。あとで勝負いたそう。この軍師と勝負だ。1対1だ。やばいな。あっという間に資金がなくなるな。金ヶ崎落としましたね。何これ？あ、地方か。北陸全部を抑えました。やばい。これすらほぼ見たことないよ、僕はこれ。このイベントすら。ちょっと弱小でずっとやりすぎたな。基本ができてないね。やっぱり。弱小でばっかやると。天下を目指して続ける。天下というのは、ここだ。機内を収めなければいかん。わかりました。よし。天下平定目指すぞ。天下の性質。これを目指す。さあ行くぞ。アナザーから、時ためよりなど、出しまして、総勢7300。同数だな。来いよ。頼むぞ。これで、ヨシキヨが来ると思う。村上ヨシキヨやってくる。ゲンプックは誰？おう、坊主の、ハゲばかりが増えていくな。生命持ってるな。相馬の息子、おい。で、大宝寺の息子、おい。息子ばっかだな。たまには父親も出てくるよ。出てくるわけ。おっとー、どういうことなんだい、影虎くん。ずいぶんやってたじゃないか。隠れて。同士打ち持ってる娘が出てきたよ、これは。長尾緑ってなんだ、これは。昭和か。昭和のセンスだぞ、これ。はい。この娘の本当の名前は、長尾ガオウ。読みは火の鳥です。長尾ガオウで火の鳥。うん。鼻がでっかくなっちゃいますけどね。後でね。ちょっと鼻がでっかくなっちゃいますけどね。大丈夫、大丈夫。今ね、美容整形、流行ってるから大丈夫、大丈夫。流行ってるから。後の世で、必ず、大丈夫。意味がわかんないよ。まあいいんだよ、別にね。整形なんかしなくたっていいんだよ。
さあどんどんぬかるみにはまってっております。ぬかるみトーク。戦の支度だ。さあ韮山から敵兵は出てくるのでしょうか、来ないのでしょうか。二つに一つ。あ、木造りのジジイが死んだ。このクソジジイ。佐藤義明死んだ。このクソジジイ。死にすぎやる。三人まで、四人も死んどるやねえか。これしれっとなんか大物の方が、なんか出てきたりするからね。そうそうそう。ねえ、こっち攻めてんだけど。てか、そんなことしてる場合じゃないね。もう、予算がなくなるね。やばいね。で、制作は？制作があと、26日。26日でプラスに逆転するかな？いや、一応軍団、預かろう。全軍団預かろう。心得申した。ああ、全軍団じゃ、まあ、いいか。とりあえず、村上義清だけでいいか。ヨシキを預かってキャッシュが9万、これでしばらく持つ。収入減るけどね。さあこれでだ、ヨシキを軍団からこのバカ者の目がさっさと玉縄じゃねえや、韮山に攻め込まんかい。すでに十分な出陣なしでバカ言ってんじゃないよお前と俺は。イエイイエイ。すでに十分な兵が出陣してるところ、なんか抜かしてやがる。全然違うよ、ま、分かってないね。全然足りないんだよ、これじゃあ。これじゃ勝てないんだよ。さあ、出せ。借り出せ。あとは縁組だ。これをサクサクやっていこう。正幸と長尾がを。正幸は、くせ者だから縛りつけておこう。もう早速、あとはどれがいいかな、どれかな。そうだな、佐竹義重、これで、うん、姉上だな。姉上に見張ってもらおう。いいな姉上、若い男だな。いいな、いろんな意味。さあそれで金の収入がねえってのに武具を買おうとしていますけどね、これはちょっと自殺行為無理ですね。さあ進めるぞ。で韮山十分と言われているが、本当に十分なのか。出てくるだろ、だって7000がこれ、この後出てこないのか。来るだろう。楽一楽座レベル5来たぞ。ああああああ首の皮一枚、首の皮一枚マイナス119。救急車呼べってことかな。はい。お、みんな来ましたね。白攻めですか。さあ心せねば。ここからにもこう、さあ行くぞ。さあ下田方向からも韮山行きますよ。ここまでか。ほら出てきたでしょ。もうこれは見事な戦ぶりであった。おっと亀山取った。ちょ影家、お前目立ちすぎやろうが。刑事が来た。刑事が問いや。お断りよ。お断りよ。おお、さすが一物のでかい男は言うこともでかいな。首を取らぬ。首を取らぬか。取らねえよ。一物がでけえから大変だ、首取るのも。あっちの首取れちゃったらな、大変なことになっちゃうな。さあ行け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 、どん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 、小池屋どん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 。敵の城を奪ってくる。うわー、ハサミ撃ちだ。ボコ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 、ハサミ撃ち。お指し図。もう落ちるじゃないか。よし落ちた。最後はもう数に物を言わせてやったよ。金もない。受け取りとしたぞ。数はいるけど金がない。そっちだった。さあ滅びましたね、北条家。何いっぱいいるね、これ。めちゃんこいるわ。めちゃんこめちゃんこ。誰がドクタースランプやねん。誰も突っ込んでなかったか。すいません。さあ、北条家だけでもだいぶ美味しいぞ。はいよ。お使いすると。宇治康来て。32名、オッケー。お断りじゃ。雪高来ない。雪高来ないのかよ。
あ、井伊家はね、あの直虎切っちゃったからだね。切っちゃったって、私が切っちゃったんじゃないよこれ。内地にだよ、内地に、内地にしちゃったから来ないですね。まあ前回ほ、後で食いても遅いぞ。食いない食いない、私は毘沙門天、絶対に食いない、私が守るから。はい、全員帰宅。さあこれでですね、わずかなプラス194、これじゃやっていけない。さあそして下方探し続けております。ランジャタイが出ましたね。ランジャタイは統率プラス8、これでいっちゃってもいいわけだ。これ足し算じゃないですよねこれね。一応見とこうかな、今統率プラスのもの持ってるかな。今ブーストがかかって105、110、87、91ですね。買うことによってどうなるか、これ買ってみないと分かんないですね。はい、ランジャタイ買う。お金11万しかない。買った。うわ、なんか好き物のロックが外れた。一等級買ったからだ、初めての一等級。さあそれで見てみましょう。下方選択、効果8ですね、ランジャタイで。今は105からマイナス2になっちゃいますよってことですね。ってことは合ってますね。はい、だから重ね掛けはなんないですね。もちろん高い方が選択されるで、種別が違っても高い方が選択されるという具合だ。だから統率はこれ最高の107、今んとこ多分統率107が最高ってことですね、上がらなければ。で武勇に関してはこの刀がありまして、一等級の刀であれば多分8上がるんで、ランジャタイとこの刀で8、8というところでまた2上がると112かなになるのかな。でまあ知略とか政務はいいでしょう。あとは刀が欲しいところ。おっと出ましたね、一等級松風刑事の馬。これ統率か、馬統率かよ。いやーでも松風乗りたいもんな。武具全然狙いな、所有はね誰も持ってないんですよ。だから売りに来るまで待ってりゃいいんですけど、松風買っちゃおう。さあ前田刑事入ってきたら松風やるか。さあ1月になりましたね、また元服ずっとですね。家宝の引き待ち、お、サブローだ、僕の好きなサブロー。サブローで一回やってみたいな、絶対難しいよなサブローでやったら、ゾッとする。奥平の、おーね、遠遠見で強い奥平家。おっと長尾秋影、秋影これ影勝じゃないの。なかなか難しいですな長尾家の名前は。浪岡秋村、お、今年は豊作だね、息子が豊作だ、これ。やりました、息子が生えまくってる、生えまくってるってその言い方。あ、すっき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 、いきなりお前入っていくからに急に何何持ってきたんだ、おもちゃじゃねえだろうなこの野郎。さあそんなことはどうでもいいとして、今のところ持ってる家宝ですね、ちょっとね見せびらかしたいと思います。一等級がですね、ランジャタイ、孫子、松風、これなんて読むの、政治場後半かな、はい、政治場後半っていうことにしましょう。この4点ですね、一等級4点持ってますが、獲物がないんでね、獲物がないとですね、武勇が上がりません。武勇も上がってあと1なんですけどねあと1しかもうないんですけど、ちょっとね待ってみようと思います。この二等級の大武具持ってるんで、二等級で7なんですよ、プラス7だから、これ7と1で何が変わるんだっていう話にねなってきちゃうんですけども、一応待っております。はい、次4月か、4月出なかったらちょっともう最強編成目指していこうかなと思いますね。最強編成何を大官にして揃えたら一番最強になるか、
構成しかないですよね。もう構成集めるしかないと思うんですけど、僕は。あとは親族なんですけど、親族を持ってなおかつ構成が一番いいんですけど、いるかな。パラメータ自体上がるのは親族で、構成でどれくらい上がるかなんですよね。いや、どっちかといえば構成で攻撃上げた方が夢があるかなっていう感じはしますけどね。ダメージがでかいんで、もうぶっ飛ばしまくれますからね。プッチン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 ですからね。プッチンプリンね、プッチンプリンね、ね、ね、しつこい。で、見てください皆さん、あんなカツカツマイナス110だった収入がね、やっぱり内政ちょっと頑張ると1万9000までいきますよ。あ、でも強作嬉しきことよ。収入いっぱいって言ってるそばから強作わお。それでは軍団を全部ばらしてですね、わかりました、全部解散。はい、心得申して。強いやつを本拠地に集めます。心得も強いやつというか、まあ全員を対象にして代官を集めるという感じですね。さあこれでどうでしょうか。どれだけ強くなるか。今の数字がですね、城の数字、統率107、武勇111、こんな感じですね。あと93、全部高い。まあ知略武勇は、まあ知略とこの政治はいいですわ。うん、統率武勇、特に武勇かな。やっぱ武勇がどれだけ上がるかっていうのをちょっと気にしていきたいですね。影虎編成ですね。ちょっと最強はこれだっていうのもですね、まあ正直ね、まだあるんですけど、やりようは、あの剣脚入れた方がねいいんですけど、剣脚いないんですよね今ね、勢力内に。なのでこれが最高かなというところ。まずポイントはですね、武勇が90以上であるということですね。90以上だといろんなことが優遇されまして、まずですね、この構成上場老子ですね、これがレベルプラス2されますんで、3人いるだけでマックスの5になりますね。これで攻撃力はマックスです。なので、でそもそもですね、これ長尾影虎のステータスを超えるやつがいないわけで、もうだから、あの姫とか持ってくるしかないんですよね。姫とか、要は一族を持ってきてブーストに回すしかないんですよ、もうステータス上げるには。なので構成は3で止めて、あとは親族を持ってくるというところですね。で上場はもう一つ乗せてもいいんですけど、まあこれは別に、まあ城を攻めるダメージなんで、まあ呼んでもいいかなというところ。で老子は防御ですね、防御は上げておこうというところで、レベル5まで行くようにしております。3人用意しました。でやっぱね、こう見るとね、あの武田の家臣がすごく優秀だなと思いましたね。あの内藤正豊とか知略ちょっと高いけど、まあまあまあこのステータスは落ち着いてるじゃないですか。でも老子とか傭兵馬術って、これすごいいい特性をですね、これ3つも持ってる。ここら辺がね、武田の強さだなっていう、武田の強さが分かりましたよ。これ三枝とかも上場老子っていうね、これ武勇さえ持ってればレベルが2上がるという素晴らしいですね、特性がね。秋山も上場、あと修繕ね持ってますね。でステータス高いと、秋山は言うことないですよ。で数字が今ですね、115の119、おそらくこれでファイヤーして出陣したらもっと上がると。ここからだってあれですよね、3036上がるんですよね、ここからですよね多分、だと思いますんで、いや楽しみだな。さて織田は耐えられるのか、軍神の 100% の攻撃を。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンはグググググッと押しちゃってください。 Twitter フォローは概要欄です。それじゃみんな、またごー。